それすごいですね。大豆店全然感じないですね。はい、いらっしゃいませ。サンロードの花園です。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日は明石のコーナーよりお届けいたしますよ。ここ最近、大豆ミートかなり流行ってますよね。数年前もですね、この大豆ミート流行ったんですけども、ここ最近はものすごく流行ってますよね。ってことで、本日はですね、その大豆ミートを使用いたしましたお菓子ご紹介しようと思います。本日ご紹介する商品は、かばやのこれが大豆手羽先味です。大豆の限界にチャレンジってありますように、この大豆を使ってですね、手羽先味を実現してるそうなんですよね。気になりますよね。っていうことで早速試してみようと思います。ご覧のようにですね、なんか形はですね、手羽先をちっちゃくしたような感じですね。また見た目はですね、鶏皮みたいな感じですね。どうなんでしょうね。それでは早速いただきます。これすごいですね。大豆店全然感じないですね。ほんとね、鶏の手羽先、これを黒胡椒かけて焼いて、まあ、ちょっと焼きすぎて硬くなったかなって感じの手羽先ありますよね。あの味わいそのまんまですね。口に入れた瞬間はね、若干その大豆の香りがするんですけど、噛めば噛むほどね、もうだん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 手羽先の味に似てくるんですよね。これすごいな。かばやのこれが大豆手羽先味、ぜひですね、お試しいただければと思います。黒胡椒を振って焼いた手羽先、ちょっと焼きすぎた手羽先、これの感覚、ほんと食感といい香りがですね、ものすごくそれに近いですよ。これね、ほんとビールが欲しくなるような味わいです。ぜひですね、お試しいただければと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。まだチャンネル登録しとらんと、そらいかんばい。チャンネル登録せんといかんばい。はよしなっせ。ほらチャンネル登録しなっせ。